ですね、ちょっと前々からずっと気になってたんですけど、もうそろそろね、触れようかなって思ってたやつをやります。はい、こちらです。星のカービィアクリルコレクション。あれなんですよ、カービィはちょくちょくね、こうずっと入ってて、なんかこう、いつもこう見てるんですよね、カービィを。で、もうそろそろちょっとね、カービィがね、絡んでほしいなっていうんで、今回絡みます。こんな理由です。はい、ちょいちょい、なんだろう、絶えずカービィがいるんで、ちょっといろいろやっていきたいです。あれがいいかな、透明が。でね、このカービィの爪がすごい取りやすそうなんですよ、あのフォークみたいな。やばい、私でもいける、これやばいね。ほら、もう一発なんですよ、このカービィ、うん、素晴らしい。そう、一発だよ、スティーブ。一発で私取れたからね。取れないと思ってたでしょ。取れたよ、スティーブ。あのね、4種類あるから、この調子で、4個取ったら、取れそう。もうちょっとやります。あとね、次はこっちの紫。あ、さっき、何色取ってたっけ？あ、まずいな、これ。調子乗った。なのか見てみたいと思います。なんで向こう側の紫。あー、やっちゃったね。あー、やっちゃったね。やっちゃったね。地味に荒らして終わり。ということで、次は片割れを見つけました。ちっこいこれ、なんて可愛らしいんでしょう。はい、こちらを1回でごっそり取ります。はい、あちらの真ん中密集してる。はい、ちょっとね、ハプニングでしたね。あれ、なんか2個3個くらいいけないかな。グジャンって。どう？あ、2個来た。やっぱね、ノミにはいいですね。優しいからね、いっぱい取れちゃう。はい、ということで、こちらのカービィです。ピントが合わない。うん、オッケー。はい、ゲットです。次はね、ちょっとレベルを上げて違うの取ります。はい、次はレベルを上げてこちらです。はい、一気にレベルが3くらい上がりましたね。こちらカービィのボールです。これを遊ぶ。こちらですね、電球が LED になって、さらにこうね、明るくなったんですよ。なんで、このビニールの反射と、ビニールの反射で、この輪っかが見えない。私には輪っかが見えない。寄せます。そうなの。あのね、目がね、これちょっと見えにくいからね、見えない。あ、いい感じ。なんか2つくらい撮りたい。見えた見えた。輪っかが見えました。入れたら人気者になれるんだろうな。人気者になりたかった。寄せます。輪っかはまだ早い、私には。よし、このね、このね、そろそろ回数がね、やばいよ。間違えたね。あそこの奥のやつまっすぐだから、バランスキャッチで取れないかな。間違えた、ずれた。うー、やばい。あのね、誰よりも私がびっくりしてる。取れると思ってなかった。素晴らしい、レベルが上がってる。やばい、本当にね、ちょっとこれ取れると思ってなかった。よかった。はい、ということで、この3種類取って私は満足なんで終わります。はい、まずこれ1個目、でかいカービィ。意外とね、すごいずっ
っしりしてるんですよ。いっぱい置いて飾ったら可愛いかも。でこれ2個目のカービィ、これもね1個目のやつと窓際とか光が当たったらすごいキラキラして可愛いかも。で3つ目、これ開けたらねこういう感じになるんですよ。あのヨーヨーみたいな、でちゃんとねあのできるんですね。やばい、これ激しくやったらもしかしたらちぎれちゃうかもしれない。気をつけてください。ということでやっとあのカービィとも絡むことができたんで、私はもう今日は満足です。ダメかな、ダメっていう感じで、あのいろいろカービィのグッズとかもねすごい置いてあるんで、皆さんぜひコンプリートしてみてください。ってことで今日の動画終わります。明日もまた見てね、バイバーイ。やっほー、チコハイだよ。みんな動画どうだったかな、楽しく見てくれたかな。楽しく見てくれたらいいねとかコメントとかいっぱい待ってます。待ってるね、待ってるからね。チャンネル登録もしてくれるとすっごい嬉しいです。明日の動画も楽しみに見てね、バイバーイ。